こんにちは、ゆたかさん、はい。まあ、優勝した阪神タイガースですけれども、はい、やっぱり後半戦からクライマックス日本シリーズとモイジー選手の活躍ってすごく大きかったですよね。まあそうだな、はい、日本人的な活躍だけどね。そうですね、うん、まあ、最後 あの第7戦でね、はい、宮城から打ったスリーランなんかは、はい、もう見事なホームランだったけども、はい、でもトータル的に言えば日本人選手のような、はい、まあ、活躍だったよね。そうですよ、ね。まあ、例えば右方向に打ってワンアウトランナーサード作るとかさ、はい、まあ、ああいうチームバッティングもできる外国人だし、うん、まあ、非常に、まあ、頼もしい時もあったけども、まあ、全然ダメな時もあったというね。ありましたね。ちょっと波が激しかったかな。そうですよね、うん、まあ、前半中盤と、はい、なかなか結果出せない時もありましたけれども、はい、そんな中ですね、球団社長がそのノイジー選手の去就について、はい、流動的、そう考えていただいたらというふうに、うん、ちょっとこうどっちとも取れるような発言をされていて、うん、あれあれ、これもしかすると、まあ、どっちとも取れるような発言っていうのは、はい、大体いなくなるっていうことだよね。いやいや、いや、それはそうでしょう。はい、例えば原監督の時も、はい、まあ、名言下げて最終戦で急に発表になったりだとか、はい、まあ、するように名言を避けると、うん、まあ、大体動いてるっていうことだよね、水面下では。もしかすると、ただね、球団の人もそう考えてるかもわからないけども、まあ、岡田監督はこのままではダメだっていうふうには思ってると思うね。チーム全体の底上げ、経験値、すべて上がったと思うんだけども、だけどこれが理想のチームかっていうと、うん、そうじゃない、うん。まあ、岡田監督はバースと一緒にやってるし、はい、まあ、歴代そのホームラン王争いをできるぐらいの外国人選手っていうのはほぼいたんだよね、はい、だから理想はやっぱこう破壊力なんじゃない、一発っていうことなんですかね、うんうん、だからノイジーにその魅力があるかというと、うん、来年の方が打つと思うけども、はい、ホームランというよりアベレージは上がってくるだろうなっていうような気はするけど、はい、ホームラン数がどうなんだろうっていうのは気になるところだね。あと守備はすごく良かったので、あ、いいよ、はい、守備の部分ではすごく、まあ、貢献度は高いよね、はい、そうですよね。ただ岡田監督は守備が下手なやつは、はい、まあ、例えばね、うん、後半変えりゃいいっていう感じだから、はい、ああ、まあ、そうか、変えはいっぱいいるっていうね、はい、だから守備固めで使えれば誰がいたっていいわけだし、うん、だからそのとりあえずはやっぱこう破壊力を求めてるのかなっていうような感じはするけどもね。あのセリーグの主要打撃部門で今シーズントップ10入りしたのはヤクルトのオスナ、サンタナ、それから広島のデビッドソンのみなので、はいはい、やっぱそこにノイジー選手の名前がないっていうところも、まあ、つなぎの外人だよね。そうですね、はい、ああ、そうかそうか。だから、まあ、例えばその近本中野、まあ、3番打ってる時なんかその2人を生かすために、はい、まあ、右打ちをが成功しとけば、はい、まあ、チャンスはおのずと広がったし、うん、ただその6番、まあ、仮に5番を打った時に一発っていうのがさ、はい、ないと、うん、なかなかこう破壊力という面ではちょっと寂しいよね。そんな中、そのミエセス選手とあとビーズリーは残ることがもういち早く決まったみたいなんですよ。ミエちゃんは先に残るっていうのがムードメーカー、バモン、でも彼もチャンスは与えてもらえなかったけど、なかなかね、はい、うん、使えば安定的には打つと思うけどな。そうですね、うん、あと練習熱心っていうところも見えちゃう。まあでも結果が全てだからな。練習いくら良くたってさ、試合で結果が残んないと、うん、まあ、話にならないし。ただそのどっちかというとみえちゃんって中盤から出てきたりとかっていうのが多かったじゃないですか、まあ、代打とか、代打とか、うん、みえちゃんよりもノイジーの方が流動的っていうのが、まあそっかって、やっぱ一発とか、うん、そういう破壊力の外国では取りたいのかなっていう。まあまあまあそうだね。あとね、やっぱこう血の入れ替えっていうか、はい、その日本人でじゃあメンバーを動かせるかっていうとさ、はい、やっぱ動かせないと思うんだよね、うんうん、だから、まあ、外国人になっちゃうのかなっていうような気はするよ、はい。ただノイジが、いや俺は控えてもいいんだと、うん、いや阪神タイガースが好きだから残るんだって言えば、はい、それは残る可能性もあるよ。
そう、まあ、金額っていうことになってきますね。まあまあそうだね。ただやっぱノイジーは試合に出たい方だし戦いたい方だから、はい、ノイジーがいたらそれは代打としては嫌だけどな。もちろんそうですよ、ね、でも代打に払う金ではちょっと残ってくれないでしょ。1億7000万ということで、うん、おそらくその流動的って言ってるところは単年契約だったのかなっていうのも、まあまあそうだね、はい、うん、ってなりますよね。で、まあ、岡田監督は連覇には当然新しい力が必要よ、はい、そこの上積み穴同じメンバーでは戦えないよとオーナー報告で語っていたそうです、ね、まあまあそりゃそうだよな、はい、もしかするとやっぱりここら辺が危機管理能力が高いんだよね。あ、優勝しても、いや優勝したからこのメンバーで大丈夫だあとは伸びていくみたいな、そんなんじゃなくて、うん、やっぱあっちの入れ替え競争、うん、これは常にさせていこうっていうようなことは考えられるよね、はい、ということはさらに今年よりも得点力だったりとか、もちろんもちろんそこも上積みでしょうし、まあ、一番やっぱり求めてるのはホームラン数だろうね。ってなるとやっぱりホームランを打てる外国人選手を探しに行くと、まあ、なかなかいないけどな。そうなんですね、なかなかいないけどやっぱりこう探そうとはしてるんじゃない。ホームランってね、試合の中でね一発でね雰囲気がガラッと変えられる、まあ、そういう要素も高いし、うん、そのホームランが出ない時に日本シリーズで湯浅をポッと使って雰囲気をガッと変えたように、はい、ホームランって、まあ、そういう威力もあるんだよね、うん、だからそういうバッターがフルスイングするそれだけでこうなんかちょっと違ってくる、うん、そういうのって大事だと思うんだよね。ノイジーにホームランを期待するかというと、うん、第7戦のような感じでいつも打ってくれるんだったらさ、はい、いいけどなかなかなホームランって。でもノイジーは俺は本当によく貢献したと思うよ、うん、はい、あの優勝にはね、うん、ただやっぱりそれだけじゃダメだっていうね、はい、欲も出てくるよね。そうですね、うん、欲とやっぱ来年戦う上での危機管理っていうのはあるよね、うん、ですよね、うん、もし阪神の求めるその外国人選手がホームランバッターとか20本とか30本打ってくれる選手っていうのであればやっぱノイジー選手はどっちかというとアベレージヒッターなのでそこの構想からは外れる、まあ、今年のノイジーの成績であれば、うん、日本人でも十分可能なんだよ。だけど、ね、例えば甲子園のあれだけ広い球場、はい、風の、ね、自然現象もあって30発打てる外国人が来たら、うん、それはやっぱりすごいよね。いや大きいですね。いやそらでかいよそうですよね、うん、じゃあ仮にですけれどもノイジー選手が阪神と契約しないとなった場合他球団はこれどうすると思いますか。ノイジー選手獲得とかいきますかね。まあ守備のね、はい、ある程度その心配をしなくてもいいと、うん、で外国人、まあ、パワーもあると、はい、まあ、いうことを考えると取らないところはないとは思うけども、はい、ただやっぱり各球団外国人に求めてるっていうものは、うん、やっぱホームランだからね、うん、例えば DeNA が外と契約をしてない、はい、ホームラン数が激減してると、うん、そうなってくるとじゃあ取るかっていうとなかなかやっぱり難しいよね。例えば去年であればポランコ選手が巨人から出たとなった時にロッテが取ってパワー復活ロッテでってありましたけどそういう風にはなりづらいんですかね。でもジャイアンツでも20本打ってるからねポランコは、ね、実績済みだから。そうですね、うん、だから、まあ、甲子園というね本拠地で、うん、なかなかさ20本というのは厳しかったかもわからないけど来日1年目でね、うん、まあでも置いとけば、うん、もうちょっと数字は上がってくるとは思うけどね。そうですよね。だから阪神がどのぐらい上がるかっていうのを考えた時にそんなに上がるもんじゃないんじゃないかって考えて判断した時には契約しないっていう方向に行くかもわかんないよね、うん、そうですね。でもその他球団がその2年目っていうこともあって慣れてきてるのでベンチに置くかでも守備もいいので外野レフトでとかどこか手を挙げそうな球団ってありますかね。ああいったタイプの外国人選手いいなっていう。ソフトバンクなんかいいかもね。ウォーカー取りましたけども、まあウォーカー、まあでもレフト守れるからね。あ、そうですよね。ノイジーは、うんうん、だから、うん、あそこは、まあ、ウォーカー近藤、うん、柳田、はい、こういう3人がホームランを打ってくれれば、はい、そんなホームランバッターまでいらないもんね。でウォーカー選手ねちょっと守備で難があるので、うん、その分ノイジーグラシアスっていう選手がいたでしょ。あ、いましたね、うん、あの選手はバントもしてたしさ、はい、パワーもあったけど、うん、右方向にもうまく打つ時あったし、うん、そういう代わりっていう風に考えると、うん、ちょっと腑に落ちるところがあるんだよね。そうですよね、うん、守備でもいい守備してるのでノイジー選手。そうだね、ペーペードームでも。ただどこの球団もパワーが欲しいよね、うん、一発が欲しいよね。
なかなか一発打てるやってくれる外国人選手って少なくなってきてますね。いや、それはもうメジャー行くからそうですね。それ余ってない、メジャーだって余ってないよ。そうですよね、うん、あと日本人のやっぱピッチャーのレベルが上がってるっていう、上がってる上がってるし、向こうはもう少し早いかもわからないけども、うん、アバウトの部分っていうのがあるから、はい、まあ、日本のピッチャーって150キロ投げたとしてもコースを狙ってくるからね、うん、それはなかなかやっぱ厳しくなってきてるよ。そうですね、うん、パ・リーグの選手なんか2人3割バッターが、うん、はい、ぐらいでしょ。でセ・リーグも減ってるよね。減ってますね。だからそのぐらいやっぱりピッチャーのレベルっていうのは上がってるんだよ。そうですね、だからそう簡単でもないよ、ホームランを打つってね、うん、だから俺はノイジーはよくやったと思うんだけども、はい、優勝に貢献してるしね、うん、まあ、だけどやっぱり求めてるものがホームランとかであれば変わってくる可能性がある。そうですね、これからね、いろいろ球団とのまた話し合いだったり具体的な金額で折り合いがつくかどうかってことにはなってくると思うんですけれども、ちょっとノイジー選手ね、金額と成績が釣り合いが合うかとか、うん、まあ、いろいろやっぱね計算しながらやっぱ交渉はしていくとは思うけどね。ですよね。プラスアルファきっと阪神のスカウトの方たちも一発の打てる外国人選手っていうのを調査もね、外国でアメリカでしてるかもしれないですし、まあ、まあそうだね、まあ、いい人が見つかればいいけど ね、 そうですね。あとはやっぱ来てもその合う合わないってあるから、はい、球団に、うん、その関西地区に合うのか、はい、関東地区に合うのかっていうのはまたちょっと違うと思うんだよね、うん、いろいろある、うん、だからなかなかいないとは思うけどな。必ず外国人選手ですよね。でも探していないことはないよ、うん、だからその辺の目利きがしっかりあるかどうかだよ ね、はい、ね。仮にノジー選手同一リーグには行かないですか？いや、可能性としたらある。あります。広島とかはない。いや、可能性はある。ああ、じゃあセリーグも十分あるっていう。でも広島もああいう日本人はいるんだよまあのぐらいの成績の。そうか、やっぱり20発打ってほしいよな、うん、最低だよ。そうですよね、最低20発打ってほしい。できれば30発って最低ってつけたいんだけどさ、はい、まあ、全体的な数が減ってるだけにね、うん、そんな大きなことも言えないし、うん、まあ、20発以上打ってくれるんであれば、うん、合格としなきゃならない。ですよね。いやね、阪神ファンの皆さんもノイジー選手の動向どうなるのかっていうのが、まあ、そうだね、まあ、最後第7戦のあのホームランはね、阪神ファンの中には刻み込まれてるだろうしね。そうですよね、うん、ファンとしては残ってほしいっていう思いが、ね、まあ、そうだもんな、あると思うんですけれども、うん、そこら辺の動向も気にしつつ見ていきましょう。はい、はい。